インフィニティ J は日産自動車の高級車部門であるインフィニティでかつて販売されていたセダンである。1992年4月7日に M30 の後継として発売された G20 と Q45 の中間に位置する M クラスセダン。先代である M30 はクーペだったためインフィニティでは初めての M クラスセダンとなった。デザインは 日産デザインインターナショナルの代表ジェリーヒルシュベルクが担当した。Q45 との競合を避けるため、レパード J フェリーとは異なり、V8 エンジンはラインアップされず、V63.0 リットルの VG30、手型エンジンのみを搭載した。本来は、インフィニッティ専用車のはずであったが、日本国内でのレパードの開発が中止になったため、 レパード J フェリーの姉妹車となった。生産は日産自動車栃木工場。ベースはセドリック、グロリアだが内外装ともに手が入れられている。日本仕様とほぼ変わらないが、フロントフェイスは J フェリーがメッキグリル異形に等式ヘッドランプであるのに対し J30 はブラックアウトグリル四等プロジェクターヘッドランプとなっている。またツーリングモデルである J30 トンも設定され、リアスポイラーや BBS 製、ホイール、ヘカスが装備された。大規模な変更はなかったものの、1994年にはシートヒーターが改良され、1995年には新たに OBD2 が搭載された。1997年6月18日には生産を終了し、代わって I30 が後継者とされた。 ありがとうございます。